シーラカンス、まず語感が好きで、英文にした時に皆さん多分読めないと思うんですよね。その読めないちょっと小難しい文字列がとても気に入って、でシーラカンスという生き物ってもう何億年も前に生まれながらもこうあんまり生態を変えず現存した生物で、僕もそのシーラカンスと同じように形変わらずともずっとこう魅力的であるような洋服をセレクトしたいなと思って命名しました。新品のブランドに関しましては新進気鋭のブランドさんが多いですね。ちょっと他のお店では見られないようなブランドを取り揃えられるように心がけていて、うちで扱ってる古着はどうしてもやっぱり海外で作られたような製品が多くなってくるので、新品のブランドさんは日本国内でしっかりとものづくりをしているようなものを中心にセレクトしています。一方で古着の場合は、まあ、基本的には国や年代にはとらわれず、古いものだともう100年以上昔の洋服から新しいものだと2000年代ぐらいまで幅広く取り扱えるように心がけてはいるんですけど、その中でも生地には非常にこだわりを持って集めていまして、まあ、なんだかんだ洋服って生地を着るものなので、着た時の心地よさだとか耐久性が高いものだとか長くお付き合いいただけるようなものを基本的には集めていますね。アンセルムというまだ若いブランドなんですけど、このブランドのデザイナーさんがもともと日本の結構有名なデザイナーズブランドで長年生産管理を担っていた方が独立したんですけど、その生産管理長年担っていたっていうことで非常に卓越した生産背景をお持ちの方で、例えばこのジャケット、まあ、僕が今日履いてるパンツも同じセットアップのものなんですけど、フランスの世界最古の紡績メーカーで紡がれたリネンのキャンバス生地を日本国内の加工場ですごいしなやかに仕上げて、この柄は現代アートの作家さんにドローウィングで依頼をしていて、背面のこのビーズにアンティークのビーズを使ったり、まあ、ボタンも水牛のボタンを使用したりと、すごいディテールからこだわられてるんですよね。ここまで作り込んでおきながらちょっと値段は伏せるんですけど、そんな価格で収まるのっていう価格設定になっていまして、やはりその長年付き合ってきた生産背景をお持ちの方だからこそ実現のする製品なのかなと思って、まあ、当店でもオープン当初から非常に人気のアイテムになってますね。香水はサノマというブランドなんですけど、こちらも非常に若いブランドなんですけど、日本の香水市場って海外のブランドがほとんどを占めているんですね。で、その一方で日本人って結構香水が嫌いな方がいらっしゃる。で、そういった市場にこの香水ブランドサノマのオーナーさんが目をつけて、なぜ日本人は香水が嫌いなんだろうかって考えた時に、日本人に向けて作られた製品がないんじゃないかというような形で、日本人が考えて、調香自体はもうフランスのジャン・ミシェル・デュリエという一流の調香師に依頼をして、日本人が考えてフランスのテクニックで作るというコンセプトでできた香水ですね。アクセサリーにつきましては、僕がその宝飾業界を目指していたっていうこともあり、知人にプロの職人っていうのがいますので、その人に制作を依頼したり、残りはまあヴィンテージのジュエリーを集めたりっていう。僕が学生時代は大学院とずっとジュエリーを専攻していまして、まあ、本来はその宝飾業界に進むつもりだったんですけど、まあ、ファッションっていうのはもう本当に中学生ぐらいから好きで、大学生の頃に古着にどっぷりハマって、そのまま学校で学んだことを無駄にしてっていう形なんですけど、古着屋に就職をしまして、でその中でやっぱりいずれは自分のお店をやりたいなというので、29歳の時に独立をして、紆余曲折を経て、まあ、この土地にオープンしたっていう形ですね。青山近郊であり、表参道駅と今ちょうど渋谷駅の中間ぐらいに位置するこの土地なんですけど、両方いわゆる東京の大都市のこう主軸メインストリームとなる街の間にありながら、都会の喧騒っていうものがほとんど感じられず、そういった中で僕としてもお店にたくさんのお客さんが来るというよりかは、一人一人ゆっくり接客をして、ゆっくり商品をご覧いただきたいっていう思いがありまして、あまりこうにぎわっていない場所を選びました。オープン当初は本当白を基調にしたクリーンな内装だったんですけど、
この建物自体が50年以上昔に建てられた建物 で結構まあやっぱりむき出しのコンクリートの面であったり、そのビルの歴史っていうのが見られるところが結構ありまして、例えば床を大変こだわったんですけど、もともとこの一部屋はもともとあった4つの部屋を取り壊して一部屋にした形になっていまして、その歴史がわかるこの間仕切りの跡っていうんですかねっていうのを残して見せてみたりっていう感じで仕上げましたね。廃墟っぽい形にしたくて、でそういった面でこう植物だったり植栽のアーティストさん依頼をして、ちょっと植物が垂れてるような内装にしました。ライティングはオープンする前の段階の構想ではいわゆるデザイナーズの高級な照明を取り入れようと思っていたんですけど、まあ、内装を手伝ってくれた業者さんが、まあ、借りでつけた工業用のライトがすごいかっこよく映ってで、それに切り替えて工業用のライトってアナログなライトの中に今スマートライトを入れてるんですけど、このすごい古臭いライトの中に最新の電球が入ってるのってちょっと面白くないかなと思って、で商品の状態だったりが見やすいように白を基調としながらも少しこう幻想的な雰囲気を出したかったので暖色を足して、であと先ほども言ったようにスマートライトなので商品によって電球の色を変えたり、まあ、時間や季節によってライトの色を変えたり暗さを変えたりっていうようなこともやっています。ラックの配置に関してはとりあえず入った時にちょっとシンメトリーに広がるようなイメージを重視して今は配置してますね。ただまあ僕もちょっと気分でこの辺は変えるので、まあ、お店に来た時にまた形が変わってる可能性はありますね。19世紀のフランスの大きいあの古い傘、お店始まる前に先輩にいただけたんですけど、そういったものを置いて大敗的な感じを取り入れるようにしています。やはりうちのシーラカンスのインスタグラムとかすごいめちゃくちゃカッコつけて若干やっぱり緊張感を感じられるような投稿が多いんですけど、こういう青山近郊の土地だったり、まあ、このビルも一見ではもう洋服屋があるようには見えない非常に立ち入りがたいビルになっているので、そういった中でやっぱり来てくださるお客様初めてってやはり結構緊張していらっしゃるので、それを極限までこう優しく温かく、まあ、多少フランクに接客できるように心がけて、でその中でやはり僕らの提案するアイテム商品って付加価値がすごい大事だと思っていまして、お客様がご購入に至った時にその時点で価値を最大限まで高めた上でお渡ししたいなっていう思いがありますので、ディテールだとか生地の素晴らしさ、作りの良さとか、そういった洋服の見た目だけではない裏側の魅力もしっかり伝えられるように心がけています。接客業の楽しさに気づいたところですかね。お客様とお話をして自分がいいと思っているお洋服を紹介してそれに共感をいただいて喜んでいただいた時、すごく自分も高揚するというかテンションが上がって楽しいって感じることができたので、先ほども言ったように当初はジュエリーの職人を目指していたんですけど、販売業ってこんなに楽しいんだっていうことに気づきまして、自然な流れでそういう道を進むようになりました。このお店のセレクト自体があまりこう売れそうだとかトレンドを意識したものではなく、まず主軸にあるのが僕が好きかどうかっていうセレクトなんですけど、やはり僕が好きでセレクトしたお洋服もお客様に好きと言っていただいて、まあ、共感いただける時がやはり嬉しいですかね。まあ、洋服を共通言語にして綺麗なコミュニケーションが取れてるような感覚がとても嬉しいですね。洋服屋っていうのは特に古着屋さんとなると今国内でも仕入れっていうのは割と潤滑にできる世の中になっていて、もちろんその中で海外に行くっていうスタイルも大切だと思うんですけど、洋服屋を始めるっていう意味合いで言うと本当にやりやすい時代になったんだろうなって思いますね。生々しい話なんですけど、基本的にやはりお金があればいつでも誰でもできるものだと思います。本当に僕なんかやっぱり自分が何の仕事やりたいかなって考えた時に洋服屋以外のものが全く該当しなくって、もしじゃあこのお店が不調になってダメでもまた僕は洋服屋をやりたいし、それぐらいやはり洋服屋さんをやりたい人たちはやっぱり自分の気持ちに素直に進むとよりこう楽しい毎日が送れるんじゃないかなと思いますね。
一見では立ち入りづらいお店作り、ちょっと小難しい形でやっているんですけど、僕自身は人とお話しするのが好きで、実際にこう実店舗というものを構えて、なのであんまりこう気負わずに怖がらずに、まあ、気軽にフラッと来ていただけたら嬉しいかな。せっかくお洋服が僕もお客様も好きで来られてるので、お洋服を見るのはもちろんなんですけど、会話を楽しんだり、なんか別の目的があって来ていただけるといいかなと思います。